さあ、のぞチャンネルの時間なんですけど、はい、今日は半田屋に来ております、ね、はい、半田屋です、はい、今見たけど、ちらっと見たけど窓がめっちゃ汚かった。いやいや、めっちゃ汚かった。まあなんかね、半田屋は安いじゃないですか。はい、安さが売りの半田屋で、安くて量もめちゃめちゃボリューミーと。そうですね。で、なんか最近1キロカレーみたいなのが出たんですよ。はいはいはい。1キロカレー、まあ安いし、はい、食らっていこうかな。1キロカレーご飯3合って書いてあったよね。3合。なるほど。で、ルーが通常の3倍。ああ。うん。で、1000円。1000円。安い。うん。安めだと思う。うん。その今日ね、それを映したら映えると思うんで。はい。僕は食らい尽くそうかなと。はい。さあ、行ってみましょうか。はい、行ってみよう。のずおチャンネル。さあ、のずおチャンネル。これが実物でございます。分かるかな、実際どう、いけそう。もし いけると思うよ、これは、うん、いける、いける。やっぱね、これ行くしかないな。行くしかない。じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。普通に、家のカレーだと当たり前だけど、いけ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 。
醤油をかけるとまた違う。あ、ほんと、これいっちゃう。それかもうちょいしたらいい。もうちょいしたらいい。もうちょいしたらいい。食べる部分だけかけてみる、うん、じゃあここら辺にちょっと、うん、醤油ってあんま分かんない、うん、切ってみ、うん、うまい、もうなんか風味が変わる。おやめっと、ティッシュかな。そう、寿司からなんかないんだよ、ここ。何で？どうしたんですカレーとも似ちゃう。うん、食ってみ。うん、合うでしょ。僕も増量してやってましたよ、食事制限。どこで違う。なんでやめるんだろう。いけ、あともうちょい、あともうちょい。あとまだまだ、米粒。まだありますね。まだありますね。まだまだまだありますね。まだ。おいいね。完食です。完食。
よく食べました。よく食べた。どうだ、俺の焼き玉。すごい。18分で食べました。なるほどね。よく食ったわ。チャレンジだった。でも美味しかったです。美味しかったです。よかった。また何か挑戦しようと思います。はい。I'll be back。